どうも、こんにちは。速稼塾の久保です。シリーズ放送禁止ということでね、暗号通貨業界の闇を探っていこうかと思います。今日のテーマは、0xLSD という銘柄なんですけども、これね、コイン月光の方でチェックすると、ロゴマークがご覧のようになってるんですけども、他の検索を使うとね、ちょっと違ったロゴマークが出てくるんですよ。まあ、それは、なんか大富豪みたいな格好してる私のね、コスプレ衣装の頭の後ろに書いてあるんで、ちょっと見えにくいと思いますけども、この 0xLSD ってちょっとね、銘柄が読みにくいんですよね。OXLSD なのかなと。そもそも LSD ってなんだみたいなね、なんかその覚醒剤みたいなね、名称でもあるんですけども、これをね、検索すると、なんか出金停止っていうのが出てきたりとか、ポンジスキームとか詐欺とか出てくるんで、どういうことなのかなと思うところがあるんですけども、一応私がね、マークしてるコイン月光の 0xLSDT っていうのは、言いにくいですね。この 0x っていうのは、値段が今でもついてるんですよ。17万3000飛んで30円っていうふうにね。で、取引もされてますんで、別に飛んだわけではないんだろうなと思うんですけども、ただね、名称は同じだけども、全然違うプロジェクトっていうのはあり得るんですよ。以前、ファイナンシャル .org っていうやつで、そのフォインっていうコインがあったんですけど、フォインっていうね、暗号通貨。これは、F1 の公式スポンサーにもなっていたんで、かなり信頼性が強いんじゃないかなと思って、私もね、なんか、あれよあれよというままに、300万、500万と入れていったんですけども、ある日突然飛んでしまってですね。でも、コインマーケットキャップでは、このフォイン .org っていうのは、今でもね、生きてるんですよ。だから、名称は同じなんだけども、全く違うプロジェクトなんだろうなって気はするんですよね。例えば、コインマーケットキャップでは、foin.org っていうのは、きちんとね、A っていう会社がやってるわけですよ。で、実際に、飛んだ案件っていうのは B っていう会社がやってて、で、A という会社と B という会社の中には、何のこう関係性もないんですよね。だから、例えばね、ビットコイン株式会社っていうのが勝手に創立されて、で、いずれ私たちの、このビットコイン株式会社っていう社内通貨っていうのは、コインマーケットキャップのビットコインと連動するんですよって言って、今では私たちの会社内でのビットコインは、1ビットコイン10万円で買えますよみたいな感じでいっぱいこうね、売りさばいといて、実際にじゃあ紐付けされるよって日に飛ぶみたいなね、そんなことがね、foin.org にあったのかなと思うんですけどね。まあ、今回ね、0x っていう案件ですか、これ私よくわかりません。だから、ね、お問い合わせいただいてもね、よくわかんないんですよ。当然参加もしてないんでね、何なんだろうなって感じで、むしろ私の方がね、情報欲しいぐらいなんですよ。まあ、ですんで、何かね、ご存知の方がいたら教えていただきたいなと思うわけですね。まあ、これね、片っぽではものすごい高利回りの 0x っていうのが、どっかにビジネスとしてあって、私もね、注目しないでもなかったんですけども、まあ、なんせ 0x って、なんかこう、呼びにくいじゃないですか。ただそれだけの理由でね、後回しになっていて、今まで放置していたんですよね。確かね、半年ぐらい前、昨年の夏ぐらいに、0x って案件が広がり始めて、Facebook でも紹介する人がいて、儲かった儲かったってなってたんですけども、まあ、その頃あんまりね、意識を止めてなかったっていうか、私もね、FX でずっと利益が出てるんで、あんまりね、関心が湧かないんですよ、儲け話に。だって、FX だったら自分の力で、勝つも負けるも操作できるじゃないですか。でも、こういうふうな、なんていうの?暗号通貨とかトークンを買っておけば、いずれ値上がりするかもね、みたいなね、利回り案件っていうのは、自分の力でこう、コントロールできないんですよね。だからそこが一番大きなリスクかなと思ってるんですよ。まあ今後もこういうのって出てくると思いますけども、私も緩やかにね、考えていきたいのと、あと、積極的に参加したいと思うんですよ。例えば30万、50万、資金投じてね、飛んだからって言って、まあ、ああ、残念ね、ぐらいで、私の場合済むんでね。で、できればうまくいく案件がありましたら、ちょっと紹介したいなと思うんで。基本的には余剰資金をいつでも生み出せるような、キャッシュポイントをいくつか持ってるからこそ、こういうふうなね、よくわかんないにもトライできますんで、本当にね、会社員としての収入だけで、毎月収入が30万とかね、40万ぐらいしかないんだったら、やっぱり投げる資金っていうのはね、やっぱり考えた方がいいかなと。要するに月収の何パーセントっていうのは言いにくいですけども、月収以上の案件にあまりお金を投げない方がいいと思いますよ。で、速稼塾っていうのは今ね、30万で販売してますけども、やっぱりこう、頭金3万円っていう制度を取ったのは、まあ、誰にでも手がね、届くような形にしようかと思ったんですよ。で、実際、私は無料情報で3万円以上稼いでから参加していただくのが一番いいルートなんでね、そういうふうにしていただければと思いますけどもね。じゃあ、今回は以上ですか。お疲れ様です。